こんばんは、ミネラルウォーター大全伊藤です。今日はシリカ117、もしかしたらシリカ117、こちらを紹介したいと思います。じゃあ早速ラベルを一周してみましょう。ですね、まず気になるというか印象に残る点がこのラベルの透明というところですね。こういうラベルの製品っていうのはですね、他にもあるんですけども結構目立つんです。普通にこうラベルをですねつけてるもの製品よりもですね、こう透明であると意外と遠くからでもですね見分けやすいというかですね目立つんですよね。あれなんだろうっていう感じで近づく材料になるというかですね、私にはそう思いました。こんな感じですね。採水地がですね、鹿児島県霧島地、霧島市早戸町早戸町、販売者 KBS 株式会社ですね。高度が15、pH が 7.98 です。私ですね、鹿児島県霧島市にはですね、もう5回ぐらい行ってますかね。鹿児島県というところは、この霧島市だけではなくてですね、全体的にミネラルウォーター、温泉水とか、まあそういうものがですね、非常にこう流通しているというか、一般の人も身近に手に入れているというかですね、スーパーとかでも本当に県産の水がたくさん売っててですね、私はとても良い印象を抱いてます。鹿児島県に行くたびにですね、楽しみで、そこら中のスーパーを回りながらですね、状況をチェックしてるんですけども、毎回、驚かされるというかですね、感心させられるというかですね、嬉しくなるというか、そういう状況になっています。ですね、高度が15で pH が 7.98 ということで、まあ、高度っていうのはマグネシウムとカルシウムの値で計算するんですけども、その他の成分がですね、意外とちょっと特徴的なんじゃないかなと思います。特にですね、カリウムが 27.3mg パーリッター入ってるんですね。通常大体ですけども1桁なんですけども、これ 27.3 も入ってるんで、ちょっとそれが特徴的かなと思いました。そしてシリカ、シリカというのはコラーゲンの生成を助ける美容成分ですね。まあ、最近というか2014年は結構注目されたと思います。シリカ入りの水ということでですね、ラベルとかこうポップにですね、たくさん書かれて売られた製品というのが多かったような印象を受けました。そのシリカがですね、1リッターあたり 117mg 入っています。もちろんですね、この1本 500ml 1本飲んだだけではですね、そのシリカの効能なんていうのは得られるはずありません。もし効くのであってもですね、1本飲んだだけで変わるんであれば、それは劇薬に等しいですから、これはですね、あくまで薬ではなくて水ですから、長く飲み続けて効能を確かめるというのが正解だと私は思っています。もしですね、長く飲み続けても効能が全く出ない、感じられないという方でもですね、水をこまめに飲むっていうこと自体がですね、体にはいいので結果的にはプラスになると思います。じゃあ解説がここに書いてますね。シリカ世界最高水準含有鹿児島の恵み温泉水と書いてますね。シリカとは、繰り返しになりますけども、シリカとは美容と健康に重要なコラーゲンやカルシウムの生成をサポートする必要不可欠なミネラルです。シリカ117本製品はですね、大自然の恵みを受けて世界最高水準の 117mg パーリッターのシリカが含まれ、成人が1日に消費するシリカの量を1本でたっぷり補えます。ミネラル豊富な温泉水シリカ117を飲んで、水本来の甘さ、まろやかさを実感してくださいと書いてますね。そんな感じですかね。この製品は私は鹿児島空港のですね、出発ロビー内の売店で手に入れました。他のですね、鹿児島県内結構回った後に空港に行ったんですけども、他では見なかったんですね。ですから販売範囲というのはそれほど広くないかもしれませんけども、一般的な方、県外の方がよく行く、空港の出発ロビーの売店で買うことができるのでですね、ぜひですね、皆さん見つけて、買ってみてください。まあ、もしですね、皆さんが行った時にですね、これがもう売ってなかったとしてもですね、ちょっと許していただきたいなと思います。私が鹿児島空港を訪れたのはですね、2014年の12月、20日です。まだ在庫っていうかですね、売り場には何本か残っていましたので、最低でもですね、まあ1週間ぐらい持つんじゃないかなと思います。ぜひ皆さん興味のある方は買って飲んでみてください。よろしくお願いします。